こんにちは。今回もね、前回からのずっとシリーズでマイホームの設計で一番大切なことっていうことで、今回はもう自分たちが60代70代になった頃で、まあ、親の介護期に入ってくる頃ではないかっていうことで、だいたい自分たちのご両親のね介護が始まる頃どういう生活になっているかっていうところと、あと家のポイントを教えていただきたいと思います。はい、お願いします、はい、お願いします。そうですね、この辺からちょっと切実な問題になってきてね。そうですよね、ちょっと昨日そうあって、まあでもこれは誰もが通る道ですからね、うん、そうなんですよ、うん、だからこれは本当にこういうことも考えておかないと、そうです、誰もが怒ってくることなんで ね本当にそうですね、はい、うん、で、どんなことが起こるかというと、はい、まずマンションへ住み替えするとかね、はいはいはい、やっぱりだんだん駅から遠いのが大変になってきたりね、はいはい、してきますので、あ、そういう住み替えも考えたりっていうことがあるんですね。それから先ほども言いましたけど、はい、介護する側になってくるんですね、うんうん、自分のお父さんお母さんっていうのが、だいぶね高齢になってきて、はい、うん、今まで考えなかったのがどんどんやっぱり切実な問題として起こっていきます。今までは助けてくれてたご両親とかが、うん、次は自分たちが、そうですね、はい、はい、でまあそんなに関係するんですけど、リフォームが起こってきたり、うん、この辺もね、ここから後がちょっと想像しなかったことが結構起こってくるんですけど、そうですね、例えばお墓とか仏壇、はい、これをどうするか、そうですね、で法事、はい、ずっとねお父さんお母さんがやってくれてた法事を自分らが主催せなあかんと、そうですね、で当然年金生活なんかも60代定年っていうのがね迎えて、始まっていきます。そうですね、自分たちも年金生活に入っていく頃ですね、はい、でお父さんお母さんが一緒に暮らすようになると介護のこと、こういう介護用品、この収納場所なんかもいりますし、介護の機器がいったりね、そういうことも起こってきます。まあこれここにも書いてますけど、まあちょっとこれ書くとこおかしいんですけどね、ペット介護用品でね、これはペットを見なあかんと、で、ご両親が育てたペット、そうそういうことなんです、そういうことなんです、ちょっと変な書き方になってるんですけど、はい、で歩行器とか、はい、浴室の手すりとかね、廊下にも手すりが行ったり玄関に先に手すり行ったり、 そうですよね、そんなことも起こってきますよね。逆にも自分たちもちょっと手すりが欲しい、そうだんだん、ね、世代ですけどね、なってきます。うん、で財産の整理、はい、そうですね、こういうこといろいろ起こってきますよね。資産持ってある方は相続のことを考えてね、そうですね、どうすればいいかっていう考え方をしなければならない、はい、で、相続する側のことも考えていかなあかん、自分らがお子さんにどうしていったらいいのかっていうのもね、この辺の時期になったら考えていかなあかんっていうことで、意外とここはね抜け落ちるってね、あと大変な思いされてる方とかね、そうですよね、いらっしゃるけど、うん、それからデイサービスを利用したり、はい、こういうふうにねいろんなことが変わってくる時期ですね、なんか一気に変わってきたような気がしますね。そうなんです、もう本当ここら辺なかなかでも想像しづらいとこなんでね、うん、本当にそうです、もうで僕らも想像したくないっていうところもあるんだけどね、そうなんです、それが一番ですね、やっぱりね、ずっと親は元気だっていう頭あるんでね、でここで起こってくるのが実際家をどうしていって行けばいいかっていうことなんですけど、仏間なんかを取らないいけないとかね、そうですね、で、この仏間とか、この辺を一体型にして、LDK と一緒に一体型にしてね、使っていく、で手すりを入れるには下地をどうしたらいいかとか考えていったりとかね、そうですね、もう実際つけなあかん場合も出てくるんですけど、下地から工事するのとやっぱりスッとつけれるだけでは全然変わってきますもんね、そうですね、はい、で玄関先にベンチなんかがあればね、はい、非常に靴の脱ぎ履きが楽になったりね、そうですね、で床なんかも滑らない床っていうのがこの辺から特に
大事になってきてね。結構家庭内で転んだりとか、まあお風呂なんかが一番多いんですけど、家庭内の事故っていうのはね、交通事故の4倍も5倍もあるっていうことなんですけどね。あ、そうなんですね。こういう床のこと、まあ、よくあるのがカーペットを引いててそれの縁で引っ掛けて転んだりとかね、が多いですよね。まあ、私だって足上がってるよね、上がってなくてね、つまずくことよくありますけど、で廊下幅なんかも、ちょっと広めに取っとくっていうのもね、例えば車椅子とかで部屋を歩く時でも手すりつけたりとか、歩行器をつけて歩くっていう時はね、やっぱり幅がちょっと広めの方が使いやすいですよね。そうか。この心身 1メートルっていうのは、どういう、これね、メーターモジュールって言ってね、ちょっと専門的なあるんですけど、通常柱と柱の間 のピッチを91センチっていうのが一番今多いんですけど、それをちょっと広めの1メーターを取っていこうと、そうすると車椅子にしても、歩行器にしても使いやすくなるっていうことになるんですね。まあ、この辺はね、予算の問題とかいろいろあるんで、メーターモジュールって言うんですけど、これを必ずしなあかんっていうことはないんですけど、でもやっぱり週になるような廊下通路っていうのはね、広めに取っていこうっていうのは考えておいた方がいいっていうことですよね。なるほど、そうなんですね。はい。だから途中でその廊下の幅を広げるっていうことは逆に難しいんですよね、年いってから。そうなんです。ああ、それだったらやっぱり主要なところは最初に家を建てるときにちょっと広めにしとく方がいい。そうですね。はい。で玄関に椅子なんか置いてね、会場のしやすいような形とか。そうですね。この玄関ベンチとか椅子ってことですよね。そうですね。じゃあ玄関もある程度やっぱり広く、間口を広く取っとく方が後々生活しやすい。そうですね。最近よくね、エレベーターの中に椅子ポンと置いてたりね。ああ、しますね。特に高齢の方がよく来る施設はそういう形を取ってたり。そうですね。ああいうちょっと心遣いっていうのがね、家の中でも必要になってくるっていうことですよね。なるほど。だいぶ変わってきましたからね。それに合わせて今度家をすぐ触るっていう感じのリフォームではないですもんね。そうですね。わかりました。では今回はここまでになります。まだあと1回続くんですね。そうなんです。まだあります。はい、わかりました。では今回はここまでになります。ありがとうございました。ありがとうございました。